開き戸の扉への帳板の取り付けについてご紹介します。帳板は枠に同梱されています。部材をご確認ください。ドア本体用の帳板には上下の表示がされています。ドア本体に上の帳板を取り付けます。次に下の帳板を取り付けます。下の帳板には隙間シャッターを取り付けます。シャッターの動作を確認してください。開き戸の扉の帳板への施工ジグの取り付けについてご紹介します。施工ジグを取り付けます。帳板は85度の目安線に合わせてください。まず上側の帳板に取り付けてください。次に同様の手順で下側の帳板に施工ジグを取り付けてください。開き戸の枠への帳板の固定についてご紹介します。縦枠に枠用帳板を固定します。固定ネジの頭の色と帳板固定穴の色を合わせてください。上下の帳板を同様に固定します。開き戸の扉の吊り込みについてご紹介します。扉の吊り込みはまずドアの下部の帳板を枠の帳板の上に乗せます。次に上の帳板を押し込んで仮固定します。帳板を2本の帳板固定ネジで固定してから施工ジグを外します。次に下の帳板を押し込みます。上の帳板と同様に2本の帳板固定ネジで固定してから施工ジグを外します。下の帳板に帳板カバーを取り付けます。上の帳板に帳板カバーを取り付けます。扉の吊り込みは以上です。動作をご確認ください。